中村ゼコーは日本の俳優、盆栽家。本名は中村グドウ。愛称はゼコヤン榎本健一のカジノフォーリーの旗揚げに参加し、榎本健一座の中堅として活躍。榎本主演の映画でも3枚目を演じ、戦後は庶民的な演技で多くの作品に出演した。晩年は盆栽家として知られ、日本盆栽家協会会長を務めた。 1900年12月6日、佐賀県騎島郡、朝日村大麻に生まれる。11歳の時に、嬉野市の随行寺で得度して、なお全徳、豪具道と改め、後具道を本名とする。1919年に、京都市の大徳寺の半若林に入学する。1921年、新パ新生劇の伊藤義郎の門下となり、以後、 道頓堀の山町一座や神田劇場の中村河川一座、ネ岸大歌劇団、蘇我野屋十五一座、蘇我野屋ご苦労劇などで活動する。1929年7月10日、友人の江本健一が石田森江に誘われて、浅草に創立した庭園劇団、カジノ、フォーリーの第一次旗揚げに参加する。その後、 同年10月の第二次カジノフォーリー、1930年8月の新カジノフォーリー、同年11月1日のプペダンさんと、1931年12月16日のピエル・ブリアントと、ノモ本と常に行動を共にした。1934年からノモ本が PCL 映画製作所と提携して、映画出演を開始してからは、その第一作、ノケンの青春水庫伝をはじめ、 江の県の近藤勇、江の県のチャッキリカねたなどに次々と出演し、江の本の器用さとは、対照的で、とぼけた役柄で、コメディリリーフを演じる。戦後の1947年、黒沢明監督の素晴らしき日曜日に、まんじゅうや役で出演したのを最後にフリーとなると、シリアスな作品でも軽妙な演技を見せ、成瀬せみき監督のお母さん、ご所平之助監督の 煙突の見える場所などに出演する。1972年、地球攻撃命令、ゴジラ隊、ガ,イガンに出演したのを最後に、映画から離れる。盆栽家としては、1962年に、商品盆栽についての、初めての著書、豆盆栽愛好を、徳馬書店から上司する。1963年9月に、東京アマチュア商品盆栽愛好会の発会に、参加して、 副会長に就任。1969年1月には会長に就任して死去まで約21年同職を務める。1989年12月6日、老衰のため東京女子大附属第二病院で死去。89歳没。没後、春の叙君で大敗一組大付を賜る。太字の題名は、キネマ旬報ベスト10にランクインした作品。 ありがとうございます。